にちは、さとひろです。今回はですね、あることをやりたくてこそこそと動画を撮っております。以前ですね、日向ゆいが出かけるときに強引に無理やり引き止めたらどうなるのかっていうのをね、やったと思うんですけれども、あ、今日もこっちにゆいさんがいるので小声で喋ってます。あの時の様子は動画を見てみてください。で、今回はちょっと裏を返して、あまりにも彼氏が出ていく彼女を心よく追い出そうとしたら一体どうなるのか。多分電車の時間とかもあるので決まった時間に出てくと思うんですけれども、その時間よりもかなり早く20分ぐらい早くに、行ってらっしゃいって、早く行きな、ほら荷物持ってあげるからって言って追い出そうとしたらどうなるのか、早速やってみたいと思います。なんか変に疑われたりしなければいいな。ということで、やってみましょう。何これ、また置いていかないでのやつ。ああ、行かないでのやつ。行くよ。行ってらっしゃい。行こう、ほら、ほら、行こう。タイトル決まった。ほら、行こう、ほら。ほら、行くよ、ほら。ほら、いいじゃん、行きなよ、ほら、もう、ほら。もう、キャリーケース持ってったけどから、ほら、行こう。うん、行こう行こう、ほら、行こう行こう。ほら、行く、今ならいいよ。今なら持ってくから、ほら、行こう。ほら、行こう、ほら。ほら、行くよ、ほら、もう行こうよ。もう行きなって、出てきなよ、もう。はい、意味も分かってよ。彼女が旅行に行くので、心よく送り出してみたみたいな。正解。さっき君が止めてくれないのって言ったから思いついた。ほら、行こう。ほら、もう行こう。まだ時間じゃないけど、行こう。あと何分で出てくるの？あとね、14分。もうよくない？もう行かない？あ、やだやだ。もう行こうよ。いや、もう行こう、もう行こう。もう行こう。これもう持って、もう行こう、もう行こうよ、ほら、行きなって、電車遅れてるかもしれないから、ほらほら、もう早く行きなって、ほら。はいはいはい、靴を履きましょう、靴を履きましょう。ゆいさん、靴を履いて外に出ましょう。はーい。いらないね。何、格好つけてんの？いやバレたら困るって。いや下まで送ってってくれるじゃん。ん、そんな気前がいいんだったら下まで送ってってくれる。下まで、うん、やだよ。なんで持っててくれるって。ここまでだよ。バイバーイ、バイバーイ。玄関靴多すぎな。バイバーイ。なぜ玄関でマニキュアを塗る？こうすると歩いてるうちに乾くじゃん。なんて原始的な。マニキュアじゃなくてペディキュアだしな。何、ペディキュアって何が違うの？足がペディキュア、指がマニキュア。あ、そうなの？なんで俺の方が知ってんの？憧れてた？まさか。全然憧れてなかったけど。バイバーイ。なんかさ、最近さ、もういいよ、もう行きなって、ほら、もう大きなテーマ、もう行きなってね。ね、大きな事件とかさ、 YouTube で見すぎてちょっと怖いんだよ。じゃあ行くのやめればいいじゃん。バイバーイ、早く行って。バイバーイ。バイバーイ。本当にこれでおしまい？おしまい、バイバイ。いい、もう大丈夫、もう大丈夫だ。バイバーイ。